前の呼び声近くに引き届けたぞ。
何気にするな。ユズルが消えた時全て話してくれればよかったもの。あのデートも調査の一環だったって聞いた時は少し残念でしたけど。聞きたいことはたくさんあるけれど今は何も聞かずに協力する。そもそもウィッチ、あなたたちが夏美と呼ぶ精霊はなぜこんなリスクを犯すの？このやり方では写真の人物が消えていくたびに正解する確率が上がっていく。最後まで当てない方が難しい。ウィッチは確実に当てられない自信がある。つまりいくら成功法で考えても正解にはたどり着かない。例えば写真そのものに化けているとか。確かにそのくらいの発想の転換が必要かもしれないわね。そもそも誰にも化けていないっていうのもありですかね。ルールそのものが嘘ってこと？それじゃあゲームが成り立たないけど。さすがにそれはなかろうな。お揃いね。え？こいつが？やだ、超綺麗じゃないですか。ありがとう。さあ、お待ちかねの最後の夜よ。さあ、今日指名できるチャンスは3回。外れるごとにここにいる君の仲間を一人ずつ消していきます。では早速一人目のご指名を。初日に消えたユズルね。ちょっと待って、ユズルは本物だったし、おかしいとこなんて一つもなかったし。残念でした、ハズレ。消えちゃいました。そんな、ユズルじゃないの？だからさっきそう言ったし。ほらほら名探偵さんたち、次の指名は誰？時間切れになったらまた一人吸い込んじゃうわよ。落ち着いて、前提は間違いないはずよ。リスクなしで夏美がこのゲームを制する抜け穴がきっとある。はあ、もう分かるわけないです。ヒントが足りなすぎるし。はーい、そろそろ時間よ。答えがなくても誰かを消すけど、いいのかな？じゃあこいつは？はい、残念、それも外れ。
さあさあ、いよいよラストチャンスよ。最後の指名は誰かしら。嫌です、ダーリン、もう嫌です。せっかくダーリンに巡り会えたのに、私こんなところで消えちゃうなんて。ほらほら、あと30秒。お願いします、ダーリン。これをダーリンに。私が何も残らないなんて嫌です。だって身につけてたら一緒に消えちゃうじゃないですか。を使って変身した姿だったってわけね。知ったな、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 知ったな。一度ならず二度までも私の秘密を